はい、これでいってみます。ほら、全然縫えてない。なんでだ。なんで、なんでだ、なんなんだ、糸が通し方違う。なんでだ。なんでだろう。なんでだろう。こっちに向いて、こっちで。ん？できたかな？あれ、できたよ。何が悪かったか分からん。時々できてない。やだな。あー、なんか怖い。裏が見たいけど怖くて見れない。そして布も緩んでるけど怖くて触れない。じゃん。うん。なんで急にできた。蓋のあるっていうか箱の上でやってます。何でもいいと思います。ちょっと小さく布を切りすぎました。あ、もう糸ないですね。早い。落とすんだっけ、最後。切ってみるね。うまくいってたんですけど、またダメになりました。原因がわからない。なんかわからない。なんで急にできなくなったの。うん、布が適してない。あ、でもできたかな。
あ、ただも手で持って刺すのもやりやすいかもしれないです。ただこうやってなんか 箱かなんかにこう押さえないと、後ろに隙間を開けないとダメです。後半やったこの辺は綺麗、最初の方が黒の方が分かりやすい。目の部分は目盛りが小さくなって目盛りをして。ループが長くなるはずです。まつげが長くなっちゃった。あらら、
から出来上がりの方から普通にバックステッチ的に花があれですけど、じゃあ出来上がりです。